はい、こちらも丸堂さんの3家です。サイズが29センチです。こちらも3.5トンぐらいの池でですね、仕上げ飼育をして行っております。夏場はほとんどこれぐらいのポツポツとこれぐらいの炭だったんですけど、やっぱり9月になってくるとですね、水温25度24度ぐらいになってくると出てきますね。しっかり夏場に色揚げを食べて、今の時期はこれぐらい少し顔が黄ばむぐらいは最低でも色揚げを食べてないといけないですね。だけどもまあこの鯉色は上がってますけども、肌はそれほど焼けてませんので、白地のいい鯉なのかなと思います。はい、いいとこいいとこ、ここここここ、この炭ここですね。これが出ると一気にこの鯉の見栄えが倍に良くなると思います。この炭が出る頃にはこの炭も完成しているんじゃないかなと思います。今炭がないので寂しいですが、ボッと出た時にはですね、かなり大きな炭が下に隠れてますからね、期待度大です。はい、こんな感じです。3軒もまだ炭出てないと見栄えは落ちますが、やっぱいい炭が出てきますからね、チャンスはありますね。期待あります。よろしくお願いします。